60代前半の男性ですが、はい、意志を強く持ち続ける方法を教えてください。はい、約束した人のためと思うとえ力が湧きますが、それ以外はえ睡眠不足やしんどいとサボってしまう時があり、はいえ、しんどくてもやり続けるコツがありましたら教えてください。武田先生、はい、しんどい時はどうやって乗り越えてきましたか、はい、もう私の得意中の得意なんですけど、えー、と人間はですね、 自分のためには行動できないんです。自分の得になるためには行動できない非常に面白いんですけど、人間は他人のためには行動できるんです。このことを僕は例として言うのは、35歳の女性で、赤ちゃん、あ、違う、幼児が幼稚園で今日は、えー、っと、よ、あの、遠足だと。今幼稚園で遠足あるかどうか知らないんですけど、まあ、遠足だと。そうすると朝5時に起きて、 綺麗なお弁当を作,作るのが何の苦痛でもないんです。むしろ楽しいっていうか、やらなきゃと思って起きると。ところが、その35歳の人が独身で会社に10時に行けばいいということになると、もう起きるのが大変でね。<laughs> で、まあ、8時から9時頃起きて、やっともう、あの、通勤するっていうことになる。このことはもう、個々の東西、もう、原理原則なんですね。ですから、 自分の生活がら、非常に逆説的ですけど、自分の生活が楽になるためには、人のために行動するってこと。で、この原理は僕が、まあずっともう40歳ぐらいから利用しているんです。で、まああの、赤崎さんも知ってますが、いざという時の武田。いざという時の武田って言われてるのはなぜかって言いますと、みんながもう嫌だということを武田さんに頼めば引き受けてくれる。 だからそういう評判が、こう、周りに立つ。そうすると、困り合った時に僕のところ電話かかってくる。そしたら僕は必ず、あ,あ、いいですよ、とこう言うと。だから、この関係ができると、その、自分が他人のことをするもんですから、ですから、あの、すごく安定した人生になるんですね。え今でもそうです。私がね、あの、元気でちゃんとやってるのは、あの、他人のためにやってるからなんですよ、実は。<laughs> そう。 あの、まあ、これも小崎さんよく知ってますけど、えー、その、自分が美味しいご飯を食べようと思って、レストランなんか探していくっていうのはね、結局あんまり大したことないんですよ。やっぱり人のために何か食事をするとか、食べさせるとか、そういうことだと定常的な力が湧いてくる。だから、人間がその動物である限りですね、動物である限り、利他的な方が喜びを感じるっていうのは、 我々の頭が利口的なもんですから、どうしても利口的の方がいいと思ってるんですけど、実は違って、理座的がいいわけですね。だから、例えばお寿司を二人で食べるとすと、自分が美味しいと思う喜びと、一緒に行った人がこんな美味しいお寿司食べたことない。いやありがとうございますって言われた方が嬉しい。という感情が人間にはどうしても、まあ、動物ですからあるんですね。これを利用するのが一番長持ちして、かつ楽に生活できるし、 かつそあの、友達とか関係者が自分に対して感謝の心を持つので、これが健康の一番の特徴であり、寿命を決める要因でもありますから、まあ、うまくいくということになりますね。この方がね、その、はい、まあ、要は、ここの言葉で使ってですね、その、しんどい、ええー、とかね、はい、あの、 あの、やり続けなきゃいけないみたいな、ああいう言葉が出てきているわけなんですけど、今日、はい、はその自分がやろうとしている行為が、その自分のための行為である可能性が高いっていうことなんですかね。そういうふうに思って。ま普通はね、普通は世の中をみんなそう言ってるんですよ。あの、自分のためにやれとか、自己実現が、あの、幸福のもつだとか、<laughs> こういうこと言ってるので、それに騙されて、つまりお母さんが、 自分の幼稚園の子供にお弁当を作るのだったらしんどくないんですよ、あれ。朝早く起きてもしんどくない。ところが、独身、独身の35歳の女性が自分のために朝起きると、冗談じゃない、お弁当なんか作れるかと、<laughs> なるわけですよ。この差をね、積極的に利用するってことがいいし、利用することによって他人との受けも良くなるし、寿命も伸びるし、健康美力なんとか全部いいんだけど、なかなか人間はね、やっぱり、えー あの、テレビ、新聞なんかに、雑誌なんかに騙されて、自分の、自分がいい、楽しいことをやろう。自分がいいことをやろう。自分が得しようと思うことが、辛さを呼ぶんですね。うん。だから、まあ、その、まあ、自分のね、やることの、えー、行為ですよね、えー。それを自分のためではなくて、まあ、人のためっていうものを、まあ、あの、中心にね、置けば、 その意思とかっていう問題でももうなくなってくるっていう。そうな,なんですかね。うん,うん。自分のための意思っていうのはやっぱりね、や、やりたくないものになっちゃうんですよ。はい。自分が好きなもんでもやりたくなくなっちゃう。で、自分よりかは年が下の方がいいんですね。あの、それはな、あの、私がよく言ってる誠実っていうのは一般的。恩義っていうのはどっちかって言ったら年上からえ恩義を受けた時にそれを返す。これは割と楽なんですね。あ あの人にお世話になってたからこういうことしなきゃってこう思う。もう一つは慈愛って言うんですけど、これは自分よりか目下の人に対して、えー、な何かやってあげるっていうね。これはどうしうかったら人間は次世代がなければいけないっていう強い気持ちがあって、その次世代、次世代をちゃんとやるっていうためには、どうしても、あの、なんていうかな、小さい子に対する自分がやってあげなきゃ。<laughs> えー、例えば女性ですと、おい 追いとか目なんのか極めて可愛いんですけど、これはやっぱり人間の持つ次世代に対してやるときには疲れを感じないという原理が働いてるってことですね。うん、はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。シア幸セスな時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。